はい、こんにちは、ブルーホースです。いつもバイオハザード RE3 をやりながら人生相談乗っていきましょう。早速ね、カルロスの元に戻っていかなくてはならないんですが、その前に1個目の質問を読み上げていきましょう。はい、1つ目の質問ですね。老後に生活できるだけのお金を貯めることができるか不安です。どういったことから始めたらいいでしょうか。まあ、こういう相談に関してはもうなんかありとあらゆるところで、そのファイヤーとか投資に関する話とか、まあそのお金の使い方とかっていう YouTube はね、その特に有名なもので言ったらリベラルアーツ大学ね、リベ大両学長っていう方がいらっしゃいますけど、そっちの動画を見られた方が正直どのビルかわからないですね。僕がまあやってるのは、誰が相棒よ、兄さんね、あの積立 NISA か NISA かっていうと、まあ、僕はちょっと投資額の方もあったんで、まあ、NISA の方もですね、あのやったりしてますね。まだくたばってなかったの？で、それから、まあ、あとはその動画っていうか、パート1でもお話ししたことがあるかもしれないんですけど、自分がその人生を生きていくにあたって、まあ、何歳まで生きるかっていうのをね、想定していただいた上で、その、なんて言ったら、いくらくらいのお金をこう使うのか消費するのかっていうことをまずは考えてみられるのがいいかなっていうふうに思いますね。カルロス、やつがまだ生きてた。僕は、あの、家族が、まあ、今は3人なんですけど、4人になるっていうことを想定して、運行システムを起動してから行く。まあ、仮に100歳まで、まあ、実質100円時代って言われるから、100歳まで生きるなっていうことを想定して考えてみた上で、まあ、僕はですね、大体まあ、家族4人だったとしたら2億くらいお金を使うと。じゃあ、嫁の収入と合わせて、まあ、本当に自分一人で稼げるのが一番いいし、贅沢ができるようになるんだけど、あ、いらなかった、これ全然。うん。ですけど、まあなかなかね、今のご時世ね、まあ副業とかもやっては見るものの、すぐに2億っていう額を稼げるようなね、僕はスペックがないんで、まあこそこそ頑張ってるんですが、まあ嫁の収入と合わせてね、2億稼げたとして、それ以上の余剰ができれば、それはまあ贅沢に使うと。まあ海外旅行に行くとかね、家族で美味しいご飯を食べに行くとか、そういうのを使えたらいいかなと思っています。うん。というところなので、ここってなんか出てきた。ゾンビがいっぱいいた。おお。めっちゃ吹っ飛んでる。ちょっと待って、こちらまだ。これコントローラーだったら大して考える必要ないんですけど、早めに。コントローラーだったら全然ね、考えることなくね、バン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 やるんですけど、これがね、ちょっとね、これだとね、すごいね、やりにくいというか、まあ、マウス操作なんですけど、全然うまくコントロールできない。まあ、そんなことはどうでもいいとして、だから老後でまあなんかね2000万問題とか言われたりするけど、本当に2000万がいるのかどうかで、その老後っていうのを、まあ、自分がその老後の時期になるときに、次は何、まあ何歳くらい、例えば70歳から老後だっていうことを考えて、ちょっと待って、100歳まで行くのは30年間で2000万を使うっていうのが果たしてどうなのかとか、今いるのはレッドストーン駅だ、それをまあ考えてみられるというふうに思うといいかなというふうには思いますけどね。設定できるか。私はスーパーコップ挟めしまいよ。ごめんなさいね。うん。だから自分が今の収入と照らし合わせてみて、いくら必要なのか、で、いくら、使うのかっていうのを、まあ、計算をしてみて、いくら稼いでたら安心ができるのかっていうのを、しっかりと考えてみるっていうことが大事になってくるんじゃないかなっていうふうには思いますね。うん。それがね、できるんだったら、あ、間違えた。それが、あ、あれ？これどうだったっけな ?C。ルートの設定が完了しました。いけたね。カルロス、私よ、運行ルートを設定した。いい
ぞ、ジル。素晴らしい。不当不屈だな。急いで駅に戻ってくれ。出発の準備をしておく。そこの計算ができないまま、漠然とお金の不安を抱えてしまって、いくら稼げば満足するんだろう、いくら稼げば十分なんだろうっていうことが分からないままいるっていうことが、まあ、明らかに問題になってくると思いますので、そういう意味では、今の自分がいくら稼げていて、で、いくら使っているのか、そこをきちんと算出してみましょうと。それができて初めてね、多分人生どう生きるのが賢い選択なのかっていうのがちゃんと分かってくるんじゃないかなっていうふうに思います、ね、そこをね、考えないでね、なんとなくいくら欲しいとかお金持ちになりたいとかっていうことをなんか漠然と考えてるのが多すぎる。それは本当に愚かしいというか、全くもって無駄なことだと思っているので、きちんとね、いくら稼ぐ必要があるのかっていうことをちゃんと考えてみてもいいと思いますよ。ところですかね、だからお金のことが不安だ不安だって言ってる人ほど、お金のことをね、あんまりね、勉強してなかったりするんですよ。だからそこはちゃんとお金のことを勉強してもらった上で、で今だったら投資とかっていうのは簡単にすぐできますし、で株式投資とかね、株式投資とかもやっぱりすぐできると思いますし、まあ、株式限らずね、イデコとか、それからなんだっけ、イデコだけじゃなくて、あれなんだっけ、ああ、そっか、SP とかね、ああ、うん。SP だったっけ？なんだっけな。まあ、そういうのがあるので、まあ、そういうところでね、少しずつ資金を貯めてみられるのはいかがかなというふうに思います。ということでね、老後資金の話は以上ということで、ちょっと区切りがいいところ来たんで、次の質問に行きたいと思います。はい。社会人になって、新しい土地にやってきましたが、未だに友達ができません。どうやって作ったらいいでしょうかということですね。はい、ありがとうございます。まあ、今何年目かによりますね。まず一つ。どうやって作ったらいいかっていう話からまず入っていくと、まあ、なんか、今時だったら、その SNS とかで、ね、まあ、別にマッチングアプリ使いましょうとか。上出来だスーパーコップから。もう列車動くわ。その、どっちかというと、彼氏彼女を作りたいから。整備に3、40分かかるな。じゃなくて、SNS とか、Twitter とか、Instagram とかを使って、ジョークは、街は化け物で溢れてる。知り合いになるっていうのが、地上突破するのは不可能だ。時々異業種交流会みたいなので知り合いを作る。なぜその女が、友達じゃなくて、地下鉄の軌道を手伝ってもらってる。どっちかというと、自分が得するためのビジネスパートナーを見つけに行くみたいな。ここぞという時に、になっちゃうんで、引き金すら引けない方がいいかなとは思いますね。こいつのせいで死ぬぞ。でだから、まあ、SNS とかを使ってやってみるとか、まあ、悪いな。あとはね、なんだろうな、みんな気が立ってるんだ。なんかその、あるクラブとか、おいマジかよ、なんかそういうパーティーみたいな集まりとかっていうのがあったりするんですけど、そういうところに行ってみて、目当ては私よ。なんだ私が引きつける。おい待て、夏を探してみるってないかもしれないですね。まあ、ちょっとそのラブみたいな、そういうのを考えてることがまあ結構多かったりはするんですけど、まあまあそれはいいとして、なんか知らない間に、はい、お疲れ様でした。あれ、 You want stars? I'll give you stars って言わなかったっけ。あれ、そのセリフ飛ばした。まあいいや。そうっていうのがあるんで、だからまあ出会うきっかけをまずそもそも作ってるかどうかっていうことをまあ立ち返ってみてはいかがでしょうかっていうところですね。これを使えば、だから多分こういう質問されてるってことは、結構自室にこもってなんか YouTube 見たりとか、なんか自分の趣味で没頭したりとかって言って、人と関わるっていうことはあんまりされてないんじゃないかなっていうことで、まあ、今時ちょっと他人と接触するっていうのはあんまり時期的に好ましく思われないかもしれないですけど、とはいえ人に自分からアクションを起こさなかったら友達になるきっかけっていうのは作ることできませんから、そういう意味で言ったら、まあそれこそカフェに行って隣でなんか本読んでる人とかにそれ
何の本ですかとかって聞いてみるとかね、そういうアクションを起こしてみたらすごい大事じゃないかなと思います。で、あと、もしこの質問者さんが社会人1年目とか2年目とかだったら、友達を作るためのアクションをしっかりと、今言ったの SNS 使うとか、他の出口を探さないと、他人に声かけてみるとかっていうのをやるのはまあいいんじゃないかなというふうには思ったりはするんですけど、ね、うん、新しい土地で一人で生きていくのが不安だと。で、職場の人だけじゃその物足りないから、そんな風に多分新しい仲間を探すっていうことを多分やられてるんだと、新しい友達が欲しいと思われてるんだと思うんですよね。ここが違ったらごめんなさい、違ったらバーカバーカと思ってもらったらいいんですけど、そうじゃないと、うんうん、職場の人だけじゃなくて、まあ、それ以外でもまあなんかコミュニティみたいなものが欲しいなっていうふうに思われているのであれば、まあガンガンね探したらいいと思うんですけど、例えばそれかも3年以上今の職場で働いていて、で友達ができないいい環境をずっと過ごしてきているっていうのであれば、友達いるのっていうことを自問してほしいでください。はい、多分友達いなくても十分社会人生活やっていけているんで、多分友達と逆にできると自分の時間がなくなったりとか、やりたいことをやろうと思ってもその友達がなんか遊び誘ってきたりとかして、なんかだんだん煩わしくなってきて、友達いらないんじゃないっていう結論に至ると思うんですよ。僕も社会人になったら地元にいたんですけど、そもそもの友達がもうなんか結婚式に呼べるような友達も片手の人数いなかったんで、一テーブルすらも埋められるような友人も集められなかったっていうくらい、なんかちょっと残念ボーイだったんですけど、あれここ出なかったっけ、あ、いたいた、まあ、そんなことは残念ボーイだったんですけど、まあまあそれはいいとしてですね、うん、で、まあ、いざ社会人になっていて、まあ、結局その友達と遊ぶような時間とかっていうのもないくらい、まあ、結構忙しくしてたっていうのもあるんですけど、まあ、そこからは、まあ、社会人2年目3年目4年目っていう風に生活してきて、あれ別に友達いなくてもいいんじゃねって思ったんですよね。どちらかというと、なんか誰かとそのなんか年に何回かその一番の親友とかと遊びに行ったりとかね、カフェでお茶したりとかっていう時間を取るのはすごく楽しかったりはするんですが、まあ、一方でね、結構普通の休日ってマジでヘトヘトになってるんで、自分一人の時間をゆっくり過ごすっていうことの方が良かったりとかするんで、友達ってまあぶっちゃけいらないなっていうふうに思ったりもしてました。うん、でまあ友達いらない、まあ3年以上も社会人やってきてずっと友達がいない環境の中で過ごしてきているっていうことであれば、十分友達がいない日常生活を送ってきてても結構満足に生活できているという気がしますんで、まあ、無理して友達作らない方がいいっすよっていうのが、まあ、言えることなんじゃないかなっていうふうに思いますね。はい、もうごめんなさいね、なんか全然ゲームを楽しんでる感がなくって申し訳ないですけど、うん、まあちょっとね、顔出ししながらね、人生相談まじまじとね、ひろゆきさんとかね、大悟さんみたいに乗るっていうのはね、ちょっとなかなかこっぱずかしかったりするんで、今はもうあんまり顔出ししてないですからね、はい、うん、まあそこはちょっとご愛嬌で、ごめんなさい。ということで、じゃあ一旦、友達に関しての話は以上ということですね。じゃあ、続いて、まあ、これで今日最後にできたらいいかな。はい、10代後半の学生です。最近、電車への飛び込み自殺や殺人事件が毎日のようにニュースで報道されていて、まあ、自分は自殺を考えたことはないんですが、いつか死ぬと思ったら毎日怖くてたまりません。で、毎日が楽しいのにそんな日がなくなってしまうなんて考えられません。この恐怖をどうにかする方法はないでしょうか。おー、なかなかヘビーな質問来ましたね。死に対する恐怖っていうところですね。僕もね、
まず僕の話をさせてもらうと、はっきり言って自分一人の人生だったとしたら、もうなんかいつ死んでもいいかなっていうふうに今正直思っちゃってるんですよね。だけど家族がいると、家族がもし僕が今この瞬間いなくなったとしたら、路頭に迷うことはなくても、長い目で見た時に将来生きていくのがすっごく大変なのがもう目に見えてるんですよね。嫁さん育休中ですし、娘もまだまだ小さいですから、それを考えると僕もまだまだ長生きしなきゃいけないし、子供とか嫁さんのために一生懸命働かないといけないなっていうのがあるので、そういう意味で考えるとやっぱ死ぬの怖いなっていうふうには思ったりしますよね。ただこれ何だったっけな、物理論理学だったかな、なんかそんなんがあるんですけど、人間の生活が豊かになっていっているのはなんでかっていうと、人が死ぬからだっていう考え方があるんですよね。これ何かっていうと、人間って恒常性維持機能、専門用語で言うとホメオスタシスっていう言葉があったりとか、それから、なんだったっけ？コンフォートゾーンってね、自分がいて居心地のいい場所みたいなのがコーチング用語とかであったりするんですよ。で、それって何かっていうと、恒常性維持機能っていうのは、いわゆる、人間の体で言うと体温とか、それから体調をですね、体調を健康よく維持しようとか、体温が、まあ、大体人間だと36度前後くらいの体温を維持しようとするじゃないですか。なんとか生きてる。自分が生活している環境の中に適しようっていうのをずっと維持するっていうのを、まあ、やっているもの。これがまあホメオスタシス。まあ、簡単に言うとね、というところで。あともう一つが、コンフォートゾーンっていうのが自分の居心地のいい場所。だから普段よく通っているカフェとか、茶器、カフェとかね、それから、なんだろう。まあ、自分がいつもよく行くような場所とか、それから、自分がいつも一緒にいるような友達、仲間みたいなね、のがいるかと思うんですけど、武装する知能があるの。そういうどうしても自分の居心地のいい場所にいたがるとか、いようと思うっていうのが、まあ、コンフォートゾーンだったりするんですね。まあ、いようとするとか、そういう場所自体がまあコンフォートゾーンって言ったりするんですけど、うん。で、もしも死者が出ないで、生まれたら生まれた分だけの人たちっていうのが残るような世の中だったとしたら、いまだに原始時代なんですよ。うん、なぜかっていうと、原始の生き方っていうのは今の人間に一番ぴったしだからなんですね。うん、だから人間の今の生活っていうのが、まあ、始まってから、で、まあ、だいたい150年くらい、今の、ね、人間の人たちって考えてね、だいたい150年程度の歴史しかないんですけど、人類そのもので考えると、だいたいね、20万年くらいの歴史があるんで、それを考えると、今のそのデジタル化している世の中ってすごい生きづらかったりするわけですわ。で、だから、もしも原始時代から生きている人たちっていうのが今も残り続けている方だとしたら、スマホとか誕生してないし、パソコンね、今パソコンかスマホでこの、動画とか見てくれてるかと思うんですけど、もうないし、車みたいな、車とかね、あらゆるデジタルの文明の利器みたいなものとかっていうのは残念ながら生まれてこなかったと思うんですよ。だから、だから今のその政治家とか見てもらったら、自分たちが生きやすければ国民なんかどうなったって構わねえわみたいなのがもうなんかひしひしと伝わってくるじゃないですか。そういうことなんですよ。だからすごい怖い言い方をすると、人間がじっちゃんばっちゃんがくたばってくれる、死んでくれるからこそ古い考え方とか古い生き方っていうのがどん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 淘汰されていく、あるいはもうなくなっていくので、もう戻れない。違う、初ダメージ、ちょっとなくなっていくおかげで、新しい考え方、若い人たちがこうやったら自分たちが生きやすくなるんじゃないか、こういうものがあったら便利になるんじゃないかっていうものがあるんで、ますますね、生きやすい、新しい人たちにとって生きやすい世の中っていうのになっているんですよ。
だからそういう意味では今あなたが幸せを感じて毎日過ごすことができているっていうのは人の死によって成り立っているからこそなんですよね。だから確かに結論今更になって言うと死は免れません。死は残念ながら免れません。何十年生きるか分かんないですけどいつかやってくるものなのでそこは覚悟を決めなくちゃいけないです。だからこそ先人たちが残してくれているもの、今の自分たちと同世代の人たちが残してくれているもの、生み出してくれているものっていうものにありがたみを感じながら、これはもう僕の持論なんですけど、最後人生終わるとき棺桶の中に入る瞬間にこの人生で良かったなと笑って終われるような過ごし方をしようっていうふうに心がけてるんですよね。まあ、これは親父の受け売りなんですけど、親父も俺が死ぬときはこの人生はもう一回やりたいなとか楽しかったなって思えるような、まあ、人生歩みたいなことをよく言ってるんですよね。カルロス、聞こえる、うん、まあ、そういう人生を送るっていうことを目標ってわけじゃないですけど、まあ、目指しながら生きてみるっていうのはいいんだろうなって思うんですね。だからなんかもう死ぬことが怖くないくらい楽しい人生を送ることがいいんじゃないかなと、ね、ああするしかなかったの、うん、そうだな、それとありがとうもう近ですがね、もうちょっとで生のポイントになるので、そこまでねやっていきたいと思います。うん、まあね、確かにね、今までね、こうずっと楽しいなって思ってきてたものっていうのがね、もう一瞬でね、そのなくなっちゃうっていうのがね、残らないっていうのがね、やっぱり怖さがあるのはまあ怖さがあるんで、その感覚としては正しいと思いますよ。まあ、僕もなんだかんだ一瞬で怖いなって思う、今でも思うこともありますから、そうなると、まあ、夜寝てる時とかにね、それがふっと頭に思い浮かんだりとかすると、隣で寝てるね、娘のお手手をギュッと握って、ちょっと怖さを和らげてみたりとかっていうのは、やったりしてますけどね。はい。見えないか、僕は。まあ、ただなんかね、本当かどうかわかんないですけど、不老不死になるためのなんか研究でなんか行われてるらしくって、なんかそれが実現するんじゃねえか問題というか、実現するんじゃねえかっていう、すごいなんか明るい話も出てきたりはしてるんですけどね。ただ、まあその明るい未来か、まあ明るい未来って言った方がいいのかな。うん、ただ、まあ、それもそれでどうなんだろうな。だってさ、どう今のさ、動けな、おっと、ジルカ。ケンド、無事でよかった。無事ってわけでもないが、脅かしてすまなかった。まあ、多分何が来るか分からなくて。無理もない。それより、地下鉄で脱出しようとしてるの。来る。そうでもない限り、地下鉄ずっと人間が増えていき続けるんですよ。名案だな。人間のストレスって一番は人間なわけです。これからすべきことが山ほどある。そういう人たちが、あなたのスキルが役に立つ。言葉選ばず言うと、老害になって、老害がどん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 増えてて、タイミングが悪くて、ね、ますます生きづらい世の中になるんじゃないかなと思いますよね。だから今、いや、俺は大丈夫だ。他の手を打つから。多分、あなたの人間、平気よね、周りの人間最高のガンスミスだもんね。いや、多分最高のものだと思うんですよね。でも、無茶をしないで。無茶をするのは君の仕事だ。人間は人間によって幸せを感じられるし、人間は人間によってストレスを感じる。気をつけてな。多分それが毎日過ごせてるっていう、楽しい毎日で死にたくないくらい楽しい毎日過ごせてますっていうことは、よっぽどいい人たちに恵まれてるんじゃないかなっていうふうに思いますね。そういう意味ではすごく羨ましいと思いますよ。うん、僕本当に家族以外の人間関係で言ったら友達とか本当数える程度しかいないんで、うん、残念ながらね。ということで死ぬのが怖くないくらい楽しい毎日をそうし続けてください。あなたが羨ましいということでね、本日のパートは以上とさせていただけたらと思います。またね、次回のパートで何相談乗っていこうと思います。ということでまたお会いしましょう。バイバイ。